放送席、放送席、そしてファンの皆様、今日は投打のヒーローにお越しいただきました青柳投手、マルテ選手です。まずは今シーズン7勝目青柳投手にお話を伺っていきます。およそ2ヶ月ぶりの勝利となりました。今の気持ちを聞かせてください。長かったですね本当にチームに勝てずに迷惑かけてたんで、やっと勝ててよかったなと思います。長かったというお話がありましたが、今日はどんな思いで試合に臨んだんですか？そうですね、昨日の負けもあったんで、もう絶対勝つっていう気持ちだけでマウンドに上がりました。今日は6回途中まで初回先頭のみの1安打ピッチング。ご自身では今日のピッチングいかがですか？そうですね、左バット多かったんですけど、ちょっと出来すぎかなってぐらいいい感じに投げれました。相手が左打者を並べてきた中で、ご自身では今日どこが良かったと思いました？そうですね、コントロール良かったですし、インコースしっかり使えたんで、本当海野さんと話した通りに投球ができたから良かったかなと思います。そして後続のピッチャーもよく抑えてくれましたね。本当にもう後ろはいいピッチャーばっかりなんで、本当に感謝しかないです。今シーズン7勝目が8月27日以来、今日の勝利というものはご自身にとっても大きな一勝になったんじゃないですか？そうですね、やっぱ久々の勝利がこの甲子園で勝てたっていうところが本当に嬉しく思います。そして初回、お隣のマルテ選手のホームランがいきなり飛び出しました。大きな援護だったんじゃないですか？そうですね、打った瞬間行ったと思ったんで、完璧な援護ありがとうございます。さあ、今お二人の間でグータッチもありました。そのマルテ選手にお話を伺っていきます。3ヶ月ぶりの一軍の舞台、お帰りなさいマルテ選手です。みんなただいま。一軍に復帰して最初の試合でお立ち台、今のお気持ちから教えてください。Bueno, la verdad es que muy contento por estar de vuelta aquí. Extrañaba esto. Me siento muy feliz por estar aquí. Y vamos a dar lo mejor junto al equipo y a ganar.そうですね、この日をとても自分自身も心待ちにしていたので、これからもこういう結果を出し続けて、チームのために頑張りたいなと思います。さあ、復帰初打席でいきなりのホームランでした。手応え十分だったんじゃないですか？La verdad es que estaba muy ansioso, muy contento y feliz.Y cuando fui a batear, lo que tenía en la mente era eso, vamos, pegar un jonrón para que las fanaticadas se pongan activos de una vez. そうですね、打席に入る前にすごいいろんな感情が自分の中であったんですけれども、打席入る前によし、ファンの方々が喜んでくれるためにホームランを打とうと思って打ててよかったです。もうバットが1回転するような豪快なフルスイングでした。やはりホームランは頭にあったんですね。Desde mi casa yo tenía solamente, vamos, tiene que pegar un jonrón un primer turno y gracias a Dios ese jonrón fue para toda la fanaticada en mi regreso. そうですね、それはもちろんありましたし、今日家出るときから1打席目絶対ホームラン打ってやろうと思って来たので、それが皆さんの前で打てて本当に良かったなと思います。ファームでの3ヶ月、長かったと思います。どんな思いで過ごしてきたんですか？
Bueno, fue la verdad que un momento muy difícil porque a mí lo que me encanta es jugar, pero ya estamos aquí y vamos a dar lo mejor siempre, ayudar al equipo y a ganar.もちろんあの自分としてはとてもね野球が好きなのでそういう意味ではすごいあの辛い3ヶ月でしたけれどもこうやってまたここに戻ってこれたのでこれから皆さんのためにあの精一杯頑張りたいなと思います。それでは明日からの活躍を期待するファンの皆さんに最後日本語でメッセージいただけますか。明日も俺がやる最高。ありがとうございました。今日のヒーロー青柳投手マルテ選手でした。放送席どうぞ。最後はしっかりと日本語でキャッチフレーズで締めてくれましたマルテ選手でした。そういえばマルテ選手は7月4日以来ですから、はい、あの有観客では初めてゲームになりますね。はいはい、ね、これでホームランですからね。それでは今度は矢野監督の勝利監督インタビューです。放送席、放送席、勝ちましたタイガース矢野監督です。お疲れ様でした。はい、どうでしょう。今日はいきなり帰ってきた男マルテ選手がやってくれました。そうですね、最初の打席で、打った瞬間という感じでしたね。はい、引き上げた選手がねこういう形ですぐ打ってくれるっていうのはやっぱり監督としてもね采配の面でも嬉しさがあるんじゃないかと思うんですが。そうですね、ちょっと打線の方がね、状態がみんな、上がってないので、まあ、そういうところでは起爆剤になってほしいなというところでね、最高の結果で、打ってくれました。そのマルテ選手起用ということがあったので大山選手はライトという、ね、初のスタメン起用もあったんでドキドキしながら見てたんですが、うん、まあ、本当は、ね、固定してあげたいんですけど、まあ、うちのチーム事情ということで、はい、まあ、やってみました。そつなくやってくれましたしね。そうですね、練習でもやってくれてるんでね、はい、投げる方ではピッチャー青柳投手が6回途中までだったんですけどもね、いいピッチングでした。まあ、球数も、ね、少なかったんでまだ、ね、いけるという状態ではあったと思うんですけど、まあ、でも、早めに、ね、ちょっと決断して、青柳にはちょっと悪かったかなと思いますけど、まあ、勝ちがついたんで、ね、よかったです。あの6回2アウトでスパッと岩佐田へっていうところは見事な采配だったんですけども ね、うん、まあ、ねピッチャーからすると、ね、もっと投げたいという気持ちもあるでしょうけど、まあ、もしピンチが広がった後で行くピッチャーの方が苦しくなるんで、ね、まあ、そういうところでは早めに決断しました。青柳投手がねほぼ2ヶ月ぶりぐらいの白星にもこれでやっと到達できましたし、課題と言われた左ピッチャー対策も今日はうまくいってたんじゃないですか。そうですね、空振りもね取れるところ多かったですし、まあ、持ち味のねゴロを打たすっていうところもできてたので、まあ、そういう部分では成長ねしてきてるかなと思います。明日以降も外国人枠そしてねレギュラーメンバーどんな風になっていくんだろうって我々は楽しみにしてるんですけども。そうですね、こっちは頭は悩ましてますけど、まあ、いろいろ考えながら一番いいと思うことをやっていきます。最後スワレス投手がねいい形で締めてくれて、またセーブ王争いもトップに立ちました。そうですね、ここまで来たらねユウスケもそうですしスワちゃんもタイトル狙える位置にいるんでね、取れるものは全部取ってほしいですね。明日もまた素晴らしいゲーム待ってます。はい、ありがとうございます。矢野監督でした。